契約が終わってせいぜいしただろう。また今度ゆっくり話そう。ごめんね、今はみんなと話がしたいの。三人がかりで押したんだけどね。次はもっと危なそうでな。本当にこんなとこに現れんのか。右腕が銃の男、近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れる。はい、まったく、うちのボスは人使いが荒いぜ。その分役得もあるけどよ。何見てんだ、文句あんのか。兄ちゃん、近所の人かい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りに根城があるらしい。どうだろう。ふん、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200、300だ。まあいい、じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。文句あっか、見てんじゃねえ。大丈夫だろう。なかなか。どけ、邪魔だ。雑魚どもの視線がうぜえな。ウォールマーケットとは大違いっすね、兄貴。無茶はするな。兄貴は怖え人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。ふん、神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。敵だ。気づかない。泣けくそだ。かすり傷だ。はっ、どうだ。はっ、いつでも来い。覚悟はいい。見極め。確実に。俺には関係ないな。スラムの心得その1、
部屋に戻るか。やるな、何でもや。気を抜くな、報復があるかもしれん。やるな、何でもや。気を抜くな、報復があるかもしれん。マコール壊れた。あいつがバケネズミよ。最近たまにセブンスヘブンの人何でも屋の盾で生まれたなら。もうが様子を見てくるって異常なし。なんつって、はあ、話があるんだけど入れてくれない？じゃあ前置きはなしで。今度は何の礼だ？次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ。取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。お。手付金代わりね。私の計算だと出発したら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかりね。終わったら教えて。準備はオッケー。じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上行くってわかるの？何、私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。
クラウド、親は？ああ、いない。うんうん。じゃあみんなで行くか。親不幸の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。了解っす。聞こえる？ああ。上に行く理由、ビクスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鉱炉の爆発、すごかったでしょ。魔鉱が誘爆した、そう言ってなかったか？うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、神羅の倉庫からいただいちゃおうかと。神羅の？まず無理だ。そこでクラウドの出番。無事通過。ここから厳しくなるから。どういうことだ？偽造 ID で身元はバレないけど、こんな時間にスキャンがあったら警備が動く。そういうこと。おいおい、マジっすか？でもクラウドいるし余裕でしょ。ねえ、バイクの運転わかるよね？ソルジャーはバイク任務も多い。さすが。じゃあ華麗な運転で私を酔わせてくれる？遠くを見てれば酔わない。あの人は、そりゃもう、だって一緒に危機を乗り越えた男と女は。殺すぞ。よかった。いいね。やっ、今度はよけよ。警告されたら素直に止まるわけ？そりゃ止まらねえけどよ。でしょ。Thank you.
駅に向かうのか。ううん、車庫へお願い。ああ、2人のスピングもおしまいか。俺たちもいるけどな。聞こえない。聞こえてるし。やらせるか。やっ、キッカード頼む。タイヤか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、最後まで付き合うとも。どちらかが燃え尽きるまでね。それそれ。よっしゃ。おっと。さあ、クライマックス最高。ジェシー、ハンドルを頼む。え？え？どれ？ああ。ああ。あらら、ここまでか。残念。次は二人だけで勝負をしよう。さあな。約束だ。
やったな。やったっす。まだ浮かれない。増援が来る前に隠れるよ。豪華。何の話だ。運転。勝手に採点するな。ま、合格っつってもギリギリだけどね。知るか。もっと荒くてもよかったのに。あんたが落ちる。そんなにやわに見える？あ？あ？しっかり捕まってろ。あ。どうした？今落ちたかも。なんつって。ほら見えてきた。あそこから行くよ。ここからは歩きで。夜遅いし、もうそこ市街地だから。キツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムっす。はいはい、お腹空いたよね。ほら行こう。クラウド、ついてきて。この先が市街地。開けるのにちょっとコツがいるの。7番街の社宅地区。うちの親、神羅の人間なの。私、マコーロのおかげで大きくなったんだよね。おいでー。見っちゃった。なかなか手ごわいっす。俺の何倍も給料もらってんだろうな。しか帰ってこない娘のためにいつもああして明かりをつけている。ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな。ミッドガルスペシャル。ジェシーのお袋さん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。じゃあ行こうか。クラウド、例の件お願いね。とりあえず家の裏手で待ってて。ああ、わかった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。しばらくしたら裏口を開ける。合図は
かりがついたらそれが合図。裏口を開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。リクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから、音は立てても大丈夫。パパがいるけど気にしないで。パパの ID カードを探してほしいの。部屋のどこかにあるはずなんだけど。自分じゃやれそうになくてさ。お願いね、クラウド。手紙？パパ、ママ、今までずっと連絡できなくてごめんなさい。私は今ゴールドソーサーにいます。女優になる夢をついに叶えたの。たくさん迷惑かけたけど、ようやく胸を張ってパパとママを招待できます。主演ジェシー、主演。魔鋼炉の整備担当だったんだ、うちのパパ。借りるぞ。早く出よう。こんなことをしてる場合じゃない。
完了。今は舞台に上がってないんでしょ。それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ。もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ！ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないからシーナの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか。ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。んじゃ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルジャー。え、じゃあ今度はシンナの人たちとピザを食べるっすか。食った分動けってことだよ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか。ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さんいたろ。ああ。魔法中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーの書で。ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔法だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔法炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか。星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。魔法の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ、きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。お、ジェシーの言ってた空き地。作戦が終わったらここに集合っす。合図があるまでは慎重にな。静かっすね。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。え？
ら先客がいるらしい。ジェシーじゃないっすよねこれ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。んなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。あっちに訓練所があるみてえだな。バトルしたけりゃ行ってみな。緊張してお腹が鳴りそうっす。お腹が空いてる。あんた確か召喚マテリア持ってねえな。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に登って、そこから援護をしていく。お待たせ。何？話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ？しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？
のね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの、一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった、約束する。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない、それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう、すっ。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか。お、おい、あれ。侵入者発見。
遊んでやる。何が目的だ。ハハハハ。
約束しただろう。次は二人だけで勝負をしようと。君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。分かった。私のスピードは どこであろうと変わらない。さあ正々堂々と勝負だ。やってる。あまり見極めるなっ。覚悟はいい。えっ、シッキーの来い。オーマイフレイト突き崩す。もっとくっ。レッドゾーンまで振り切ってみようか。集中していく。ラウンド最高か。えっ、もっと調子に乗るな。出せてくれ。満足か。楽しい時間はあっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。
まずいな。何をしている？そっちこそ。来い。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客。あれも一応アバランチだ。主級派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上のタンコブ、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。さあね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことがウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。そう、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。あ、随分と賑やかなことで。神羅の増援もいるな。ああ、意外て。ウェッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからない。ソルジャーにはわかんねえか。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関しては喜ぶ。近隣住民も騒ぎ始めている。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視。 B 班は速やかに通行規制の上、事態の収拾に当たれ。お疲れ。こっちこっち。公になれば混乱どころか神羅の発射。よし、さっきの兵を配置して後方で通せ。ちょっと派手にやりすぎじゃない。まあおかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは。ウェッジ、あっ、ない。俺たちが行く。おい、ウェッジ大丈夫か。面目ないっす。撃たれたのか。多分流れ弾っす。お知りたい。おい、ちょっと何してるの。うわ、ブヨブヨ。屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。腹ペコっす。あ、いい顔。ふん。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。どうやってスラムに戻るんですか。前から一度やってみたかったな。
にしても本家の作戦に鉢合わせるなんてな。偶然なのか。現在、安全確認のため本家が動き出したとすれば面倒だ。速やかにご自宅へお戻りください。山積みだっけ。さっき襲撃って聞こえたけど。おい、またテロじゃないだろうな。襲撃の件は誤報です。問題ありませんので自宅で待機をお願いします。緊急事態だ。自宅待機命令も出ている。こっち、ここまで来れば安心。どこに向かってるんですか。ついてからに危ないです。無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると。おい、その話は。あ、クラウドさんもピザ食べたかったってね。何、なんか怪しくない。ないない、それはピザは。ああ。ふーん。じゃあ、今度は私が腕を振るっちゃおっかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。多分ここに。から聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん。半信半疑にかけたんすか。5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。みんなご苦労様、付き合ってくれてありがとう。それから明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。うん。よし、飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ベンチを送ってやってくれ。ああ。あ、忘れるところだった。あ、ねえ、危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと何すんのよ。あっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。今ちょっと待って。ダメだ。厳しいっすね兄貴。誰が兄貴だ。今ばっかで十分だ。傷は仲間のためだろう。胸を張ってろ。え？なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。あいつのおかげだな。うん、一緒なら何でもやれそう。帰れるっす。どうせ軽い火傷だし。いいから案内しろ。兄貴。あ、それはやめろ。こっちっす。ジェシーたちもう帰ってるかな。さあ。二人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ。